はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は6月18日火曜日、時刻の方は15時49分です。うおほほぴょぴょ。はい、そんなわけでね、今回はこちらの、はい、ででーん、エアジャグラーさんのミニドローン、こちらのね、実用編飛ばしてみたいと思います。これね、さっき開封動画今作り終わったばっかで、今やっとサムネ作って今アップしてる最中なんだけど、今ねマニュアル見てたらゴーグルも飛ばす方の電池もランプがついたらスキッパーになったら充電が完了なんだって。と思って、充電完了したら電気が消えるんじゃないんだ、逆なんだと思って、いや両方とも充電がちゃんとできてる状態っぽいので、なのでもう早速フライト今からねやっちゃいたいと思います。で、まずはこれね、単用電池3個使用なので、まず3本入れておきます。1本ちょっと不安なんだけど、単用電池が結構使うんだね。また買わないと。よいしょ。単三と単四ね、ほんと買ったばっかなんだけどね、アマゾンで。これで電源が入るかな。よいしょ。おピッて電源、今入ったね。これで OK だね。じゃあ、バッテリー、ドローンのバッテリーを装着して、まあ、これは楽だね、ほんと。バッテリー突っ込むだけだからね、すごい楽だね、これね。よいしょ。奥まで。よいしょ、入れにくい場合は逆ってことかな。よいしょと。で、これを接続して、ただコードはめるだけなんだけど、老眼なんでね。よいしょ。全然見えない。よいしょ、入った。ね。うん、おお、電源入れたらピッ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 。あ、電源を入れるとこれもう普通に行くタイプ。あ、そういうこと？じゃあ、ちょっと電源どこだっけ？あ、ピッ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 。あ、もうこんでいいの？これで、ちょっと待ってよ。まあ、ドローンの操作は大丈夫だけど、ワンキー着陸、じゃあ離着陸は左側の下から2番目で、スピード切り替えは、よし、そんだけ分かればいいや。よし、まあなんとかなるでしょう。ね。今までのね、ドローンの経験が、生かされるかどうかだね。さあ、一発本番いくぞ。よいしょ。さあ、じゃあここでね、離陸からね、まだゴーグルつけないでいくよ。スピード切り替えと、このワンキー離陸だけ分かればもうあと OK なんで、行きたいと思います。行くよ。はあ、緊張する。めっちゃ緊張する。さあ、行くよ。さあ、うまくいってくれよ、一発で。ほっ。あれ、ワンキー離陸いかないよ。これじゃないの？ああ、最初、あれか、ペアリングだ。ペアリングどうすんだ、これ。うわあ、びっくりした。わ、すげえ安定してる。あ、すごい安定、これ。あ、下にいたらダメだ。じゃあもう一回上で。はい、上。ちょっと待ってね。どうやったら上行くの？今、下に、上に一応置いてたから、下に行ったらね、ピッて着陸して終わっちゃったんだけど、これ、ワンキー離陸で、離陸じゃないの？これ違った？これ？こっち？マニュアル、マニュアル、マニュアル。でもこれ、あ、もう一回これか。ピッて言わないね。よ。お、
ピピピ、え、バッテリーちょっと待って、充電できてなかったってこと？緊急停止ボタンも押しちゃったから、一回緊急停止だとなんか停止になっちゃうのかな。ワンキー離陸やって下にあって落として、で緊急停止を押しちゃったんで、じゃあもう一回電源入れて、でペアリングして、え、やっぱバッテリーないじゃないのこれ、違う、え、バッテリーないでしょ。フライト方法は A と B、ワンキー着陸ボタンを押して上波順、 B はフライト昇進の左ラダーシックを左下に目いっぱい押して同時に右下、お、そう、左ラダーを左下に目いっぱい押して同時に右下クラガーを右下に押して昇進ラダー左に、違うね、なんかピコピコ赤いのが点滅してるんだけど、ってことはやっぱバッテリーないんじゃないのこれ、ピコピコは。バッテリーじゃないの、違う、バッテリーとちゃうこれ。ちょっとマニュアル見るね、マニュアル。よいしょ。点滅している場合は何なんだろう。昇進機はピットを一緒だね、違うか。あ、フライト前に安全だからドローンを水平面に置いてリセットしてください。そうだね。それやってなかったね。リセット方法は何でしょう。フライト開始、ワンキー着陸。リセット方法は右下にする。リセット方法は右下。これでリセットした。そうだ、フライト前に一回リセットしないと。それで、それでリセットして、え、でもフライトしないね。これバッテリー切れじゃないのこれ、大丈夫？フライトの準備、いや、このピッピッとかピッ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 とかの意味がどこ見ればわかるのかな。ちょっと今一生懸命頑張って探してるけどね、ちょっと待ってね。だいたいちょっと充電してあればね、直感で今までのやつは使えたんだけど、ちょっと今回はね、ちょっと宿泊してます。マニュアルがちっちゃすぎるんでね。フライト中 3D フリップを押すと送信機がピッピッピッってチョコに舵を切った方向にその場でフリップアクションをします。ワンキーリターン、うん、ワンキーリターンはやっぱね、あの進行方向を自分に向けなさいって書いてあった。ヘッドレスモードはまあいらないとして、さあ
おじいは何をどうしたらいいの、結局。そうなんだよ。高さの維持がもうできなくなってきたら、バッテリーがね、電圧がもう下がってる証拠なんだけど、そのね、状態がこうですよっていうのがね、ちょっとマニュアルのどこに書いたのかが分かんないんだよね。バッテリーあった。っていうか書いてない。音の鳴ってる意味が書いてない。書いてない 書いてない 今この状態がどうなってるのか、今2度読み返したけど書いてないので、ちょっと今どういう状態か分かりません。バッテリーかな、やっぱり。いやー、もう一回奥までちゃんとつけて。でも結構力強くついてんだよね。で、こう両側やってピッて言わないんで、これが水平セットなんだけど、こうやったらペアリング完了な、それがいかないんだよね、今ね、ペアリング完了が。で、周波数が合わないってことかな。お、また。そうだ、先プロペラを回してから行くんだった。で、今逆向いちゃったからこっち向けないと。バッテリーはある。先プロペラを回すのが先だよ、回すのが先。プロペラを回すのがどれなの 離陸ボタンは分かったけど、プロペラを回してからなんだよ。で、あ、行った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 。で、それから、これだ。おお、ほらほらほら。おお。あ、で、今度はちゃんと、安定してるね。水平をちゃんとやったから。で、今、スピードはね、1にしてやる。あ、これね、カメラが黒いからどっち向いてるのか見やすいね、これね。これは操作しやすいわ。カメラがね、下にちっちゃいのでついてるタイプって、同じ形してると今どっち向いてるのか分かんないんだけど、これはね、目玉みたいになってるから見やすいわ、これ。いいよ。じゃあちょっと皆さんにご挨拶。よ、風の流れがね、この人すごいんだよ 見える？よいしょ。音聞こえる？おお。あ、バッテリーだ、これ。この失速はね、おそらくバッテリーだね、これね。失速しました。で、どうやって、どこでプロペラ回ったっけ？どうやって回ったの、あなた。これでリセットで、こうじゃなかったっけ？あなたどうやって プロペラ回ったの？このボタンで離陸を押す前にプロペラをバーって回すんだよ。で、それがこうだと思うんだけど、違うかな。じゃあもう一回、もうすれば一回電源切ろう。
電源を切って、でこれでリセットをしてからよいしょで行かないね。さあ、じゃあ何かボタンを押せば行くのかなとは限らないね。よ、あ、またで、じゃあ今度マニュアルで離陸してみるよ。よっ、あ、失敗。よっ、おー、ちょっと自分が見えない。あ、でもね、下下がっちゃうから、あのバッテリーがないんだ、うん、やっぱね、バッテリーね、これあのフル充電にしないとやっぱりいけないね、これね、うん、よいしょ。いやー、でもこれ安定性はすごいあるよ、うん、おじいがね、今まで操作した中でこれが一番前後が分かりやすい、目玉になってるから。でね、ワンキー着陸ってあるでしょ。でワンキー着陸って、あのこの送信機とこっち側の向きがこう向き合った状態でワンキーリターンを押さないと、あのもうこれに自分こうこれの方に向いてないと離陸したポイントに戻ってこないっていうか、あのどれぐらい進んで右行って左行ってっていうのを逆方向に行っちゃうんでね。だこっち向くのが条件なんだけど、実際ちっちゃいドローンをワンキー着陸やりたいと思っても、あのちっちゃいからどっちが前でどっちが後ろか分かんないと使えないんだよ。で大きいドローンでも真っ黒けに、あのどっちが前で後ろかさ分かんなくてさ、であのだから緑色と赤と光ってるんだけど、あのもうちょっと離れちゃうと見えないんだよ、 LED が明るいと。で夜だと光で区別できるかもしれないけど、夜は夜間はあの飛ばしちゃいけないんだよね、うん、ちゃんと許可がないと。なので昼間だと LED が見えにくいんだよ。だどっちが前か後ろかわからないんだよ、実際飛ばしてると。 なのでね、こういうのがね一番ありがたい、あのどっちが今前向いてるのかが分かるっていうのがね、うん、いやこれはね、うん、ちょっと手応えはいいのと、あとこのちっちゃい子のプロポなんだけど、この操作がね非常にやりやすい。で水平をちゃんとセットすれば、スピード今1でやったんで2から1に落としたんだけど、いやもう本当ホバーがすごい安定してるね。で電圧が下がってくると、あの上の方にいたりとかストーンってこう落っこってね、あのもうそのまま浮かなくなっちゃうんで、でもう一回今やったけどほら落っこちゃうでしょ、ポンしてね。だね、あの電気が足りないってことなんだね、これね。いやで軽いし、もう必要最低限だし、プラスチックボディじゃないので、で、まあ、ここはプラスチックなんだけど、いやすごい柔らかい素材なんだよね、まあ、当たって危ないっていうこともないし、うん、なかなかいいよこれ、ね、これは楽しい。さあメインのゴーグルで早く遊びたいんだけどとりあえず充電が先だね。はい、そんなわけでね、すいません、これ赤いランプがついてたらもう充電完了って書いてあったんだけど、やっぱりね充電しないとねダメだよこれね、わかんない、あの翻訳っていうか、ね無理やり日本語にしてるかもしれないから、まどれを指しても全部赤がついたんで、でもフル充電になってるってことはあんまないよなと思ったから、まあ、逆なのかもしれないしね。一応ちょっとしばらく充電してみて色がどう変わるのかを見てみないと、おじいもわからないんでね、なかなかあの付属のマニュアル信用できないから、信用できないとはちょっと悪いかもしれないけど、でちょっと試してみたいと思います。まあ、だけで初フライトね、まあ万歳はなしよまでいかない、ちょっとやや成功かな、そんな感じだね、ほんとね、星一つ半って感じだね。そんなわけで次の動画もお楽しみに、またね、バイバイ。あ、これで、ね、リンクがあるんでね、Amazon のリンクがこれ下にあるので、いや興味のある方はぜひ見ていただきたいと思いますね。いやこれミニドローンだからね、これね、エアジャグラーの
でミニドローンでございます。あの手応えはいいよ、すごくね、めっちゃ楽しみです。いや早くこれで遊びたくてしょうがないね次こそ完璧にバンザイ決めたいと思います。はい、じゃあね、バイバイ。